はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の3月8日の水曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで、今日は3月の8日ということですけれども、今日の午後にはですね、もう気温が21度ぐらいまで上がるという予報となっています。明日は若干今日よりはですね、少し気温は低めになるような予報となってますけれども、それでもですね、もう週の後半から来週にかけて大体19度から20度ぐらいを前後するというような予報となっているので、本当に春が少しずつというか、もう本格的になってきたなということですね。で、ですね、職場に来る途中に通ってくる公園で咲いていた、まあ、満開になっていた梅もですね、もうほとんど散ってしまって、あともう少しするとですね、緑というか葉っぱが出てきて、まただんだん街の中で緑が増えてくるような季節になってくるなというふうに思います。今年の春にはですね、春というか今年は桜の開花予報もやはりですね、もう3月の下旬ぐらいにはもう開花するというような予報となっているので、まあ、卒業式の時期にも咲いてしまって、入学式、入園式の頃にはちょっともう桜自体はですね、散ってしまっているかなというような暖かさとなっていますね。で、そしてもう来週のですね、月曜日3月の13日からは、マスクの着用についてですね、基本的にはこう個人個人の判断に任せるというような予定となってくるということで、新聞の中でもですね、各社、まあ、例えばサービス業ですとか飲食店ですとか百貨店、それからコンビニなどがどのような対応するかということが記事となっていますけれども、まあ、このすぐにですね、まあ、以前のようにマスクをみんながみんな一度に外すということではないと思いますけれども、それでも今よりはですね、確実にマスクをせずにこの屋内屋外問わず歩く人も増えるでしょうし、でそしてですね、最初はまああまりこう急に増えることはないまでも、夏とかですね、暑い季節がやってくる前にだんだんマスクをしない人が割合がですね、増えてくるのではないかなというふうに思っています。まあ、だんだんそういうふうにですね、この今の新型コロナウイルスの騒動がですね、まあ、約3年かかって、沈静化してくるというか、落ち着いてくるというような方向に向かっているということはありがたいなというふうに思っているので、まあ、これまで医療関係者の皆さんですとか、その他ですね、様々な、介護サービスの従事者の方ですとか、人と接する仕事をされている方は本当に苦労されている時期が長く続いてきましたけれども、これから先、まあ、本当に少しずつまた落ち着いて、以前のような日常が取り戻せるといいなというふうに思っています。ということで、あとはですね、昨日の時点で、朝もう少しトピックとして取り上げた H3 ロケットの初号機がですね、昨日の時点で打ち上げ予定だったものが、明らかに昨日の時点でも失敗に終わったということがあったので、まあ、それについてはですね、社説の一つ目で取り上げてくれているので、この後ですね、その H3 ロケットの打ち上げ失敗については、音読の題材として取り上げていきたいと思っています。ということで、まずは昨日の日経平均株価の割値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の割値は28,309円16銭、28,309円16銭ということで、おとといに比べるとプラス71円38銭、プラス71円38銭ということなので、まあ、100円に満たない範囲での、上げ幅ではあったものの、まあ、なんとか、28,000円台は維持しているということですね。そしてエンドル相場については1ドル135円74銭から76銭、1ドル135円74銭から76銭ということで、おとといに比べると7000円安ということですから、ほとんど、昨日の時点では動きがない状態で取引を終えたようですね。で、ですね、先ほど言ったように、まず今日の音読の題材の1つ目、社説のですね、1本目については、タイトルが H3 の失敗見据え開発体制の総点検をというようなタイトルとなっています。
まあ、さまざまな人がですね期待していた H3 ロケットのですね打ち上げが、まあ、以前2月の時点では打ち上げ延期というか打ち上げ中止ということでしたけれども、昨日についてはですね2段目のロケットに着火しなかった、まあ、点火しなかったということで、これは明らかに失敗ということになるというふうに多くの、まあ、専門家の方が言っているということなので、まあ、この延期やですね中止とこの失敗との差は本当に、まあ、かなり大きなものとなっているので、この辺のところのですね日本の宇宙航空開発に、遅れが生じてしまうのではないかという懸念も広がっているということが社説から伺えるので、まあ、これをまず一つ目の音読の題材としておきたいと思います。 H3 の失敗見据え開発体制の総点検を。新しい主力ロケット H3 初号機の打ち上げは失敗した。2段ロケットのうち2段目エンジンに不具合があって点火せず、信号を送って機体を破壊した。国際競争が激しさを増す中で日本の宇宙開発にとって大きな打撃だ。H3 は現行の H2A の後継で宇宙航空研究開発機構 JAXA と三菱重工業が開発した。宇宙開発に失敗はつきものだが、2段目は H2A とほぼ同じだ。実績のある技術が原因だとしたら非常に深刻だ。ロケット開発体制を根本から見直す必要がある。当初は2月17日に打ち上げられる予定だったが、電気系統の異常で直前に中止された。原因を究明し対策を施したものの、大きな落とし穴が別にあった。ロケットは数十万の部品を使う巨大システム、予見できない不備が潜んでいても要因を事前に潰す仕組みが求められる。部品の製造や点検は十分だったのか。 JAXA の組織の在り方や三菱重工など開発に関わる多数の企業との意思疎通や連携などで歪みが生じていなかったか。文部科学省は対策本部を立ち上げた。原因究明を急ぐとともに、不備を見逃した構造的問題にも踏み込んでほしい。ロケット市場ではイーロン・マスク氏率いる米国のスペース X が大きく先行している。スペース X も2010年代半ばに失敗が相次ぎ、部品の供給網を含めて体制を大幅に見直した。2022年には61回の打ち上げ、2023年には100回を目指すまでに信頼性を高めている。3月10日までの打ち上げ期限に間に合わせようという焦りが H3 ロケットには焦りはなかったが、もし開発部隊にプレッシャーがかかり点検などが甘くなっていたとしたら問題だ。懸念されるのが、航空宇宙分野における日本の技術力の劣化だ。2022年10月には小型ロケットイプシロン6号機も打ち上げに失敗。燃料を送る配管が詰まっていた可能性が高いとみられるが、原因は特定できていない。月面着陸を目指した超小型探査機おもてなしも失敗。航空分野では三菱重工が国産ジェット旅客機の開発を断念。国が支援し開発に約15年かけたが事業化できなかった。ロケットは戦略的技術として重要性が増している。慎重になりすぎて日本の宇宙開発が停滞する事態は避けたい。今回の経験を糧に積極的な挑戦を続けてほしい。ということでですね、まあ、このような技術の進展というのはやっぱり失敗の数のですねに裏打ちがされるだけ、着実な進歩をしていくということになるので、まあ、かなりお金がかかっていることなので、ある意味失敗を許されないというプレッシャーもあったと思いますけれども、残念ではありますが、また次回に期待したいなというふうに思うこととですね、同時にやはりこういった H3 ロケットが失敗するような時にですね、仮にこれに人が乗っていたとしたらとかですね、もしくは例えば北朝鮮がミサイル打ち上げの実験を次々と繰り返しているのは、結局こういうようなこのですねデータの収集ですとか、この実際にこの打ち上げを繰り返してですね、経験値を積んでいくということを繰り返しやっているということが、やはりある意味イコールで考えられるところもあるはずなので、日本はなかなかですねロケットという分野で挑戦をしていくとなると、北朝鮮のミサイルのように次々と打ち上げるわけにはいかなかったりもするので、なかなか経験値がですね
高まらないというようなこともあって、この技術の進歩が遅れていくということもあるかもしれないので、かといって次々とですね、北朝鮮のようにミサイルを発射すればいいということにもならないですし、難しいことではありますけれども、知見を高めるためにもですね、限られた予算の中ではあるとは思いますけれども、できるだけ失敗を繰り返したとしてもですね、確実に一歩一歩、進歩していくということが重要だと思いますので、日本の技術力の向上のためにも JAXA の皆さんや三菱重工の方を含め、その他関係各社の皆さんもですね、ぜひ日夜私たちも応援していくので、この失敗にめげずにぜひ頑張ってほしいなというふうに思っています。そして2つ目の音読の題材としてはですね、今日の社説の2つ目からで、こちらまた通信分野での技術革新ということになりますけれども、一度、昔取り上げたことがあったかもしれませんけれども、NTT とですね、KDDI が連携をして、IOWN の開発を進めていくというような内容の社説となっていますけれども、タイトルが次世代通信で世界市場に挑めというようなタイトルとなっていますので、こちらも同じくですね、もうちょっと分野が宇宙航空分野とは違いますけれども、通信技術分野の話としての、この進化の過程にある中をですね、この読み解いていきたいなと思います。次世代通信で世界市場に挑め。NTT が実用化に取り組む次世代通信基盤 IOWN の開発に KDDI が加わることになった。日本の通信二強の協力体制の確立によって、国内だけでなく海外市場に輸出できるだけの技術やサービスの開発を期待する。現在の通信インフラはデータのやり取りの際に光で送られた信号を電気に変換する。 IOWN はこれを光だけで済ませ、信号処理の際に生じるエネルギーや時間のロスの大幅な低減を目指す。消費電力は100分の1に、伝送容量は125倍にできるという。NTT は独自に開発を進めてきたこの技術を、2030年頃の実用化が見込まれる次世代の超高速通信 6G で世界標準としたい考えだ。今月から部分的に実用化を始め、徐々に完成度を高めていくという。標準化に向けて世界中のパートナーを募る組織を、 NTT はソニーグループ、米国のインテルとともに2020年に立ち上げている。KDDI はここに加入した上で NTT と合意書を交わして光技術の開発を後押しすることになった。通信規格の世界展開ではこれまで NTT は十分な成果を上げてきたとは言いづらい。かつては i モードを広げるため、欧米の同業に出資したが失敗に終わり、巨額損失を生んだだけに終わった。通信インフラには部品など関連する企業も多い。6G 規格で優位に立てれば恩恵は NTT だけでなく関連企業にも波及する。 IOWN は技術的にも世界でも評価が高い。かつての電電ファミリーのような内向きの発想は捨てて、海外のパートナーも積極的に巻き込んで標準化の議論をリードしてもらいたい。一方、忘れてはならないのが KDDI の役割だ。 NTT への対抗軸として日本の通信を活性化させる使命に変わりはない。光技術で協力する傍ら、独自の技術やビジネスモデルで競う領域を打ち出すことが求められる。NTT に負けずに世界に通用するイノベーションに挑むべきだ。ということでですね、この NTT と KDDI が IOWN の開発でタッグを組むということは、私たちですね、日本国民にとっても非常に心強いなというふうに思いますし、宇宙航空分野と同じように、このですね、通信分野にも期待をしていきたいなというふうに思っていますし、この 6G がですね、2030年頃に本格的な実用化されるというふうに言ってますけれども、その頃にはどんな社会になっているのかということは想像もできませんけれども、このような技術がですね、進歩していくことによって私たちの暮らし自体も、この豊かに便利になってほしいなと思いますし、また私たちもですね、そのような技術の発達とともに、私たち自身のですね、人間性ですとか、感性ですとか、そういうものも合わせて、この豊かにというかですね、発展していくような、そんな大人になっていきたいなというふうにも思いますね。そしてですね、3つ目の音読の題材としては、2020年に閉園した
このハリーポッターじゃなくて、豊島園というですね、豊島区じゃなくて練馬区にある、練馬区にありながら豊島園という、遊園地の跡地にですね、ハリーポッターの施設がこの夏にも開業する予定ということで、着実にその準備も進んでいるということなので、それをですね、今日の日本経済新聞朝刊の、東京欄に見つけたので、まあ、この私たちも大好き、私たちというか私も大好きなハリーポッターのですね、魔法の国がもういよいよオープンする日が近づいてきてるなということを感じる記事だったので、これを3つ目の音読の題材として取り上げさせてもらいたいなと思います。ハリーポッター施設がこの夏に開業ということで、練馬区が魔法の街で誘客ということです。東京都練馬区が映画ハリーポッターのスタジオ施設の開業をテコに区内の観光振興を図ろうとしている。商店主や地元大学はもちろん、施設の運営会社も巻き込んで魔法にちなんだ飲食メニューの開発や店舗の装飾を発案。豊島園があった遊園地の街から魔法の街へとイメージ転換を目指している。ロンドンに続いて世界で2か所目となるスタジオ施設は2020年8月に閉園した豊島園の跡地に2023年夏開業する。聖地に再現したスタジオセットをはじめ、実際に使用した小道具や衣装の展示などを通じて、ファンは映画の名シーンを追体験できる。練馬の施設は事前予約制で、定員は明らかにされていないが、2012年に開業したロンドンの施設はこれまでに1700万人以上が訪れた。それだけに練馬区の前川区長は、練馬を全国、いや世界にアピールする起爆剤になると力を込める。練馬区は2022年春、商工観光課に有志の若手職員20人ほどが加わったプロジェクトチームを立ち上げて、町おこしのアイデアを練ってきた。実現した企画の一つが、周辺商店街の街路灯や練馬駅北口の、ペデストリアンデッキ、ペデストリアンデッキっていうんですかね、空中回廊、ペデストリアンデッキなどに掲げられたワーナーブラザース公認の垂れ幕。劇中で何度も登場する魔法学校の大広間が描かれたもので、2月末から500枚を設置。区がワーナーに設置を提案したところ、地域貢献の一環としてデザインを無償提供してもらったという。他にも魔法にちなんだスイーツやカクテルを近隣の飲食店13店舗に考案してもらった。今後は地元の日本大学芸術学部の協力を得て、店舗の外壁にフォトスポットとなるパネルも飾っていくという。ハリーポッターのスタジオ施設は3時間から4時間ほどで回れる規模のため、帰りに飲食の周辺の飲食店などに立ち寄ってもらおうと知恵を絞る。かつての豊島園は夏のプールが人気で、ピーク時は年間400万人もの入園者を集めた。寿司店を営む豊島園商店街の、商店会の沢田会長は、遊園地で遊んだ後に食べに来るお客さんも多かったと振り返る。閉園後は、今ではですね、閉園後、2020年の8月に閉園した後は人通りもめっきり減ってしまったという。集客力のあるハリーポッター施設の開業は周辺商店街にとって大きなチャンスだが、商店街としてはですね、外資系の運営会社と直接接点を持つのは難しいという見方もあるということで、今後は魔法メニューの第2弾や提供店舗のマップ作成などに取り組んでいくということで、西武鉄道も施設の玄関口にあたる豊島園駅をハリーポッター風に改装する工事を進めるなど、開業への期待感は高まっている。国内外から集まるハリーポッターファンを区内観光に誘えるか、試されるのはこれからだということで、今年の夏開業が非常に楽しみだなというふうに思いますし、個人的にもハリーポッターの映画はですね、子供と一緒に何度も何度も DVD も含めて、見てきたので、思い入れもある作品でもありますし、それが比較的、私たちが住んでる地域からはですね、ほど近い、豊島園、まあ私自身も、子供の時にからですね、豊島園には何度も何度も遊びに行きましたし、あとはですね、子供がある程度の年齢になってからプールもですね、毎年毎年夏欠かさずに行っていた、施設がですね、なくなってしまう寂しさもありましたけれども、またそれが新しく生まれ変わって、しかもですね、世界のハリーポッターの施設と なって生まれ変わるということ自体には非常に、感謝もしているという方に、向きとなるので、
ぜひですね、まあ、こういったまた近づいてくればこういったニュースも増えてくると思うので、開演を楽しみに待ってみたいなと思います。ということで今日は2023年令和5年の3月8日の水曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは